おはもにん、どうもなつめくです。どうもなるみです。おすすめ商品があります。うん。で、ちょっと持ってくるので、なるみさん、楽しみにしてください。はい。なんか、つないどいてください。うん。なんすかね、おすすめ商品って。おすすめ商品は、これです。今、着てるやつ。なにそれ。空調服。ちょっと、そのさ、後ろの。なに。あの。風。バーチャル背景。 取ってくれないと、よくわかんないんだけどわかるわかる服よ服うんそのベストみたいなやつおおんかなんかあるなうんあれ何それ工事現場の人が着てるやつそう通称空調服うんこれは何かと言いますとベストでうんベストにちっちゃい扇風機が2つついてるんですようん、うんだから両脇に付いたね扇風機がそうで スイッチ入れるとそっからブオーてて出てこれがね素晴らしいみんな買ったほうがいいわすごいでちなみにこれはアイリス大山のなんですけどあのね想像してたのはなんかそれってただちょっと風が当たるだけじゃんと思ってたんですけど違うのこれこれベスト型なんですけどこの脇が脇というかなんだろうそれぞれゴム素材になってて首元とか脇元が 閉まってるのうん、うん、あととウエストとか、うん、それでウエストから風が通るとどうなるかというと、うん、防弾チョッキじゃないやなんだっけあのライフジャケットみたいに膨らむのすごいほらああなんかパンパンになってよね空気詰まってほら <laughs> なんかすげえ分厚くなってんなそう <laughs> ライフジャケットになってんじゃんほらでしょ <laughs> ほら,ょほら服に空気入ってる感じになってるねそう,うん、うん、そうベイマックスになってるじゃんなんかそう でかいのよほらでかいでかいうん <laughs> 気持ちある上半身がでかい <laughs> <laughs> 音うん、うん、皆さんに音をどうぞいや別に聞こえないんだけどえ聞こえない全然うん、うん、あそうなんだうんミシュランマンみたいだねそうそうすごい風が寒いよえそれ中に空気が入ってそうするとさ涼しいのたただだ風が当たるだけじゃなく うん、ゴム素材になってるから、うん、ベストの中あのそれぞれがね、うん、空気が逃げる場所がなくポンって膨らむのでそうすると空気の層が風の層が洋服とベストな間でできて、うん、めちゃくちゃ涼しいどんぐらい涼しいそれえエアコンずっとかけてみたいな感じなのうんへえ<ー> 今日にして、真下にいるような感じになる。<laughs> うおーってなる。うおーって。あそうなんだ。うん、ただ、その代わり、ミシュランマンみたいになるじゃん。自分自身が。か何か問題でも。<laughs> すっごい、こう、例えば35度とか超えて、うん、30分、外歩きます。うん、もう、僕なんて、もう、T シャツ、びっちょびちょになるわけですよ。なるね。びっちょびちょで、気持ち悪いよね、もうね。ならない。ゼロ。 へえすごいホントゼロえそれ来て出かけてんの出かけてる涼しいもん <laughs> でもああ、これは暑いなやべえなっていう時だけね、うん、えそれってい電池で動いてるわけバッテリー充電,もも充電のモバイルバッテリー USB 充電みたいな感じでそうそうへえどこま持つのそれえっとめっちゃ持つよ弱とか10だったら30時間とかへえ それ充電はどうやってやんのうん、モバイルバッテリーみたいな感じだから、なんかあの専用のケーブル、うん、プスってさして、うん。あの、マイクロ USB とかとかじゃないけど、なんかあの、何なんだろう。<laughs> なんていうのこれなんだけど。うん。なんかのケーブルで。へー。確かになんか、工事現場とかの人は着てるなーっていうのはあったなー。見たことあるんだよね。めちゃくちゃいい。そうなんだ。どこで買うのそれって。あ、アイリオス大山の。 サイトでうんお<ー>めちゃくちゃいいみんな買ったほうがいいびっくりするいくらぐらいすんのこれ1万円ぐらいああそんなもんなんだそう全然いいむしろこれ本当に工事現場とかで、うん、来れないと多分ぶん本当に死んじゃうから、うん、みんな来てんだと思うなんか大昔成美さんさ傘頭にかぶってたりしたじゃん,うん、うん、ああいうノリでこれねみんな知ってるけど 使ったことないうんけど使ったらめちゃくちゃいいのの1個だと思う僕冬に同じようなやつでな電熱線が入った服あ,あれは着たことがあるんだよね同じようにモバイルバッティーの中に仕込んでてあんな感じそれってさ空気入るやつって、うん、その空調服冬着たらどうなんの寒いのそれか冬は冬でさ空気が入るからあったかいの寒いわ寒いんだ、うん、冷たい空気が入るの 動風速1メートルの風に当たると体感温度が1度下がるって言うじゃん動いてるから涼しいのかそうこれ最近買ってほんとびっくりした <laughs> そうなんだうんなんかちょっとリンク貼ってよもっとさ、うん、んちょっと涼しいやつかなぐらいに思って買ったのよ、うん、そしたら全然違ったそれどういう時に来てくかそそそそう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 いう外の 外だけでいいときかそね。ああ。それいい、ね、なんかなんかゴルフだったりさ、そうそう。うん。長時間外にいるな、今日はみたいなとき。うんうん。あそれ着るとさ、うん、夏場でも自転車乗れるかな、じゃ自転車は意味ないと思う。自転車のっ涼しいってことでしょうん。あ、まあでも、そうだね、涼しい。うん。だけど暑すぎて 断念しちゃうんだけど、それ着てれば涼しいってことか。あー、それはあるね。行ってあると思う。うん、でも、自転車って、だって、走ってても風当たってんじゃん。いやいや、あの、夏場って。中、ばびっちゃびちゃになるね。全然風当たっても意味ないじゃん、暑すぎて。うん、へえ。ー。アイリス・オーヤマ、クールウェア。熱中症対策ベストだって。熱中症対策ベストっていうぐらいだから、うん。ほんといいわ。しかも、僕、この時期に例えば湯船とか入っちゃうと、うん。お風呂入ると、お風呂から出ると、もう、 完全に30分動けないぐらいうん、もうずーっと汗かいちゃうこの時期うん、うん、もうどうしようもないけどそんな時でもあら不思議まずパンツ一丁でて出て、うん、お,お風呂から上がったらまずこのベストを着て <laughs> スイッチオン <laughs> 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 風呂上がりにまずこれを着るうん、うん、最高裸でこれを着んのうんそして、うん、顔には、うん、こちら モバイルファンちっちゃい扇風機 <laughs> これを持ち <laughs>、うん、顔に当て体は <laughs> 風の層で守られあら不思議汗がひくうんうんもうすごいこれはすげえなこれ本当にね一回なるみさん買って着てみてほしいこれ,これも<う>評価めちゃくちゃ高いな <laughs> もう僕だってもう感動感激したもん、うん、長袖版もあるよそうなの 長袖でもいい気がする。まあでも長袖の方が安いよ。せやねん。うん。でも僕ちょっとゴルフで使いたかったんでベストがいいかなと思ったんですけど。うんうんうん。長袖でもいい気がする。もうあのさ、風の層ができるから、むしろ袖とかキュッてしてた方が、多分涼しいと思う。じゃあ長袖は長袖で涼しいのか。うんいや、涼しいと思う。全然涼しいと思う。めちゃくちゃ涼しい。10度違う、多分びっくりした。 421個の評価で平均星4つだからねほら、うん、素晴らしいでこれちなみに僕も最近いつもそうなんですけど、うん、こういうの欲しいなと思ったらまずどうするかというとまず洋服扇風機付きとかで検索すると空調服だという名前が分かりましたと、うん、分かったら空調服スペースマイベスト <laughs> マイベスト もう完スト僕も買うときほんと100% <laughs> マ,マイベストもう今のとこ、うん、しかもマイベストすごいねなんでもあるでしょマイベストすごいっしょマジすごいで完璧にレビューしてくれるじゃんマイベストゴルフのに使うレインウェアみたいな,なんかニッチなのやっても大体あるんんあるよねしかもちゃんとレビューしてるから、うん、毎回僕そこでちゃんとリンク踏んで おお、えらい、えらい。ちゃんとそこで行くっっ、うん、もう、これもね、あの、上の方にあったから買った。ああ、そうなんだ。うん、もう完全に信頼してるね、マイベストをね。マイベストとか買ってそうしないと、これ、バッテリーが持たなかったり、うん。結構、よくわかんないのせいで買っちゃうと、すごい重かったり、あんまりよろしくないんだって。うん、なんかさ、うん、雑に作れそうじゃない、これ。そうだね。うん、全然意味なかったりとか。 でも僕はその点、あの、マイベストとアイリスオ山ヤマは、すごい、盲目的に信頼してるから。うん、<laughs> マイベストが言うアイリスオ山ヤマなら完璧でしょ、つって。アイリスオ山ヤマの商品はね、結構間違いないと思うよ、やっぱ。いや、そうなのよ。ほんといいもの多いからね。うん。うん、で、マイベストで進めてんでしょ。うん、買うわ。ほら、今、輪黒食ったけど、これあの、ファン付き作業機のおすすめ人気ランキング18選っていう。<laughs> 18個もあんだな、こういうの。しかも2022年にやってるからね。 はあ、すごいのよマイベストこの記事を毎年更新して2021年を2020にしたかもしれないけど違うなのよアップデートしてる、うんだよのこれアップデートしてる新しい商品がなってるから、うん、ページ自体は昔からあるかもしれないけどねちゃんと年ごとに商品入れてんだろうな、うんうん、すごい僕これで見て買ったへえ<ー>前ねドングリヘイムのリスナーさんがマイベストの社員さんで紹介してくれてありがとうって言ってたんで、うん ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あれから僕いっぱい、もうすごい額のアフィリエイトを送ってます。<laughs> <laughs> すごい額、本当にどんぐらい買ったんだろう。50個ぐらい買ったんじゃないかな。<laughs> マジでマジで。めちゃくちゃ貢献してます、はい。マイベストはマジでいいサイトだよ。うん。うん。なんでもあるね、<う>本当 <laughs> ど。ど、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 ど,どんぐらいレム いやーこのねパン付き作業通称空調服マジでおすすめこれなるみさんが紹介するようなものだなと思った、ね、みんな見たことあるけど、うん、来たことないみたいなこういうの俺は結構すぐ買って紹介しがちだよねうんでもあれだね5年前のなるみさんならやってたね、うん、そうだね <laughs> やっぱだんだんこういう瞬発力が弱まってきてるんだよね <laughs> 5年前のなるみさんなら今買ってるもん多分うん じゃあ買うかなこれ <laughs> でもあれでしょそんなにずっと炎天下外にいるシーンがそんなないんじゃない最近僕はそうだねあのせいぜいたまに通勤するぐらいだからあでもチャリで通勤でもいいかもあそうそうチャリ乗りたいからさ、うん、これ買おうかないいかいいかうんはいチャリだったらあれかも長袖の方がいいかも <laughs> 買った後に言ってもあれだけど <laughs>、うん、あそうなのいやどっちもいいあの長袖の方がさ、うん、手が焼けないじゃんああ まあでもいいかベストでも僕はお湯でけでちゃんと守られてるからねそっか大丈夫だねいやこれ本当にちょっと冗談じゃなく10度違うって言ったけど <laughs> 10度違うと本当。感、うん、感動するのもう家で僕もううおーお,ーおーってずっとやってたおおーじおゃ買うわ分かった分かったすごいわ、うん、か,かった買って23、うん、回来て返品しよう、うん、そうしよううんすごいわこれ、まあ ちょっと面白そうだから買うわ、うん、はい注文確定ボタンを押しました素晴らしい、うん、確かにね空調服をあのオフィスとか日常使いするみたいな記事あ7年前の成美さん書きそうやってたなメンバーまとめにまとめて <laughs> いろんな人の声とか入れてたなやりたいな、うん、<laughs> あったな7年前だなそれ、うん、<laughs> ちょっとあれだな後輩に託そううんそうだね <laughs> それやるとこれやるとバズるよっつって更新託すよもう若い者にねうん僕リアル工場の作業員みたいになりそうだからな <laughs> 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 いやーこれは本当にもうびっくりあの今年の買ってよかったベスト3に入るぜひ皆さんも買ってみてください いこれマジ。これ、面白いちょっと楽しみだわ、届くの。久々に<ー>届くの、楽しみだわ。あ,のあれでしょ失敗するかもしれないし、うん、どうかわからないっていう。今までちょっと、なるみさんうん。安排ばかり、安全な道ばかりを選んでたんじゃないんですか無駄なもの。<laughs> <う>ね、<laughs> 反省しなないとなこれは <laughs> そう、これはいい。めちゃくちゃいい。膨らむのよ。膨らむといいのか。それはびっくりした。 ただ風が当たってるだけで意味ねえなと思ってたんだけど全然違った。